2022年2月24日にロシア軍の侵略が始まって以降、ウクライナ軍はロシア軍戦死者の数を数日ごとに公表しているよね。この戦死者数はあくまでウクライナ軍側のカウントだから、数字の信憑性には疑問符がつくものの、数日単位で激しい戦闘が行われた時などは戦死者数が極端に増えることなど、その推移は戦況を見る上で参考になるとされているな。どちらの国にせよ、戦死者が増えるのは嘆かわしいことだよね。そうだね。さて今回は、ドニプロ川西岸のロシア軍部隊が、撤退前に大損害を出していた可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ南部ヘルソン州でドニプロ川の西岸に展開していたロシア軍を撤退させるとして、ロシアのショイグ国防相が命令を発した11月9日の直前である10月30日から11月5日までの7日間の、ロシア軍戦死者数は5190人とされていて、その前後を合わせた10月23日から11月12日までの、戦死者数は1万3000人に上り、その他の時期と比較して異様に多いんだ。この時期は、ウクライナ軍が北東部のハルキウ州において歴史に残る電撃的な奪還作戦が展開された後で、その東部戦線も南部戦線も比較的落ち着いた戦況であったにもかかわらず、戦死者数だけが明らかに突出しているってわけだな。さらにこのウクライナ軍の発表によれば、ロシア軍が撤退完了を宣言した11月11日を含む、11月13日から16日までの間もわずか4日間で2500人に達していて、それまでの平均と比べても明らかに多く、どこかで激しい戦闘が行われていたことを物語っていると見られるよ。ヘルソン州の他には、このところ東部ドンバス地方のドネツク州のバフムート近辺やルハンシク州などで、ウクライナ軍とロシア軍との間で激戦が展開されていることが伝わっているんだけど、この方面ではそれ以前からも激戦が続いていることが報じられていて、この4日間だけ激しい戦闘が展開されていたとはされていないみたい。ウクライナ軍における情報統制は鉄壁とも言ってよく、最近では前線での戦況がほとんど伝わってこないため、ウクライナ軍がどれほど国土を奪還したかとの状況を推し量るには、この公表されるロシア軍戦死者数から推定するより他に方法がないんだよね。これらの情報を総合すると、11月上旬においては東部戦線ではない他のところで、ロシア兵が多数戦死するような戦闘が展開されていることが想定され、それがヘルソン州内ではないかとの憶測が飛び交っているわけだぜ。ロシア軍のスロビキン総司令官がショイグ国防相に、ヘルソン市内とその周辺への補給が十分にできなくなっている、と率直に認めた上でドニプロ川西岸地域に部隊を残すことは無駄だと語ってこれらの部隊を、他の作戦へ投入することを提案したとされているのが、ウクライナ軍が発表する戦死者数が最大となった州の直後であったことを考えれば、総司令官が撤退を提言したのが罠でも何でもなく、ドニプロ川西岸のロシア軍が本当に全滅の危機に陥っていたのであろうと納得がいくよね。そして、撤退中も完了宣言が出た11日以降においてもロシア軍兵士の戦死者数が多いことから、ロシア軍の撤退は決して簡単な作戦ではなく、ウクライナ軍の攻撃を受けながらの撤退戦であったことが推定されるよ。それらのことから、一部の軍事専門家の間ではヘルソン州でドニプロ川西岸に展開していたロシア軍において、正規軍の中でも比較的士気が高いとされている空挺部隊や特殊部隊を東岸に撤退させるために、士気も練度も低い動員兵の部隊を肉の盾として使ったために戦死者数が増加したのではないかとの見方が出ているんだ。それが本当なら悲しいよね。使い捨てにするのがロシアのやり方なら、反発も出ちゃうよ。ヘルソン市などに、9月21日に発令された部分的動員令によって招集された新兵部隊が、訓練や装備が満足でないまま配置されているとの情報が出ていたけど、その部隊をヘルソン市に迫るウクライナ軍にぶつけている間に精鋭部隊を撤退させていたということになるからね。そして、精鋭部隊の退却が11日に完了したことを受けて、動員兵部隊がまだ西岸に残っているにもかかわらず、ドニプロ川に架かる橋をすべて爆破してウクライナ軍の追撃を防ぎ、西岸に残された部隊がウクライナ軍に相当されていることでその後も戦死者が多いとの見方ってわけ。この見方を裏付ける情報はこれまでのところ見当たらないが、スロビキン総司令官がヘルソン撤退をプーチン大統領に納得させるためにドネツク州の完全制圧を約束したとの情報があり、ドネツク州にロシア正規軍の中で士気も練度も高い部隊を移動させようと考えても不思議はないぜ。ロシア軍においては、退却や投降しようとする自軍部隊に対して攻撃してでも敵に突撃
撃させる、特戦隊と呼ばれる部隊があり、前線部隊の後方に位置して特戦しているとされているよ。前からも後ろからも撃たれる、投降も退却も許されないなんて、さすがに同情しちゃうよ。錆びついた銃を持たされ、弾薬を支給されず銃剣のみでウクライナ軍と戦う恐怖から退却しようとしても、後ろにいる味方であるはずの特戦隊によって下がることを許されず、新兵たちが次々に命を落としているとしたら、この戦死者数は、全てがウクライナ軍によるフェイクであるとは言えないだろうね。スロビキン総司令官もショイグ国防相も、ロシア国内向けにはドニプロ川西岸からの撤退について、ロシア軍兵士の命を守るための措置であることを述べているけど、実はそれはこの先の作戦にとって必要な士気の高いベテラン部隊に対する措置であり、そのために多くの動員兵が犠牲になっているとするならば、ロシアのアルマゲドン将軍、と呼ばれ残落無慈悲で名高いスロビキン総司令官が、部隊を簡単に撤退させたことを理解できるよ。ロシア軍が撤退完了を宣言した11日から17日までの間、ロシア軍によるウクライナ全土へのミサイル攻撃が激化したニュースと、ポーランドにミサイルが着弾して死者が出たとのニュースばかりが伝わってくる中で、ヘルソン州でドニプロ川東岸にウクライナ軍が本格的に渡過したといった情報は入っていないよ。その中で、15日にウクライナ軍の南部司令部が、ロシア軍がドニプロ川東岸から 15km から 20km ほど後退していることを明らかにしたんだ。南部司令部の発表によると、ロシア軍はウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースなどによる砲撃を避けるため、ドニプロ川の東岸に築いていた防御陣地を放棄し、さらに後方 15km から 20km 後方に移動したとして、その理由を東岸のロシア軍部隊への補給ルートは我が軍の長射程火力攻撃によって遮断され、補給が停滞している、として、ドニプロ川を天然の要害として利用しウクライナ軍の進撃を止めようとしたロシア軍が、またも補給路を遮断されたためさらに後方に撤退せざるを得なくなったとの見方が広がっているね。また、別情報としてヘルソン州議会のクラン副議長が、ウクライナ軍の一部がすでにドニプロ川を渡過していて、ヘルソン市の対岸にあるオレキシーや、60km 上流にあって水力発電所のダムがある、ノバカホフカやカホフカを奪還したと述べているなど、ウクライナ軍が東岸への渡過を進めていることを示唆する情報が出ているよ。また、ウクライナ軍参謀本部が15日に発表したところによると、ヘルソン州南部の黒海に面したスカドフスクとアゾフ海に面している、ヘニチェスクに駐屯していたロシア軍部隊が、それぞれクリミア半島に移動したとしていて、これらのことからロシア軍はヘルソン州の維持を諦め、南はクリミア半島防衛のためにヘルソン州との境に、東はザポリージャ州のメリトポリに兵力を集中しているのではないかと推測されていて、それを裏付けるかのようにアメリカで衛星写真を扱うプラネットラブズ PBC が、クリミア半島北部にあるアルミンスク近郊でロシア軍が塹壕を掘っている衛星写真の絵を公開したぜ。こうなると、ウクライナ軍がクリミア半島に進撃するのが早いか、ロシア軍がドネツク州を制圧するのが早いか、スピード勝負の様相を呈してきたと言えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。